はい、えー、と今回はですね、ルチオ・フルチのビヨンドについてお話ししてみたいと思います。なぜ、えー、ルチオ・フルチのビヨンドなのかということなんですけども、ビヨンドはですね、1981年の作品なんですよね。1981年ということで、2021年から40年前ということになりますのでね、ビヨンドというのは40周年ということになりますので、まあ、それを記念してということでですね、少しあのお話ししてみたいと思います。ということでですね、あのまあ、イギリスの、えー、とサイトとかですね、ファーアウトというサイトにですね、 あのまあ、40周年を記念するということで、ビヨンドについてのです、ね、少しまとめの記事が出ていましたので、まあ、それに基づいて、ですね少しあの自分の、ね、考えを少しお話ししてみたいと思います。ということで、ですねあの、まあ、ビヨンドということで、まあ、ルチオ・フルチの作品ということで、ですね皆さんどうでしょうかね、あのまあ、ダリオ・アルジェントの映画が比較的スマートなものに対して、ですねルチオ・フルチの映画というのはどちらかというと、えー、とグロというかね、ねそんなところがまあすごく多いと思うんですけど大きいというね。 印象だと思うんですけども、まあ、それがですね、あの、やはりね、あの独特の個性を出しているというふうに言えるかと思いますよね。えー、ということで、あの、まあ、ジャーロというね、あの流れの中の一本ということになるんですけど、まあ、ジャーロというよりもね、あの、まあ、ゾンビ映画というような色彩のが多いというかね、あんまりこうね、謎解きという謎解きにはなってないのかなって感じしますけれども、あの、まあ、イタリアのあのスリラーですね、まあ、ジャーロというのがですね、あの、まあ、絶世期だった頃というのが、ちょうどですね、えー、1968年、 からですね、1978年の、まあ、10年間ですね、まあ、10年間がこうやっぱり黄金期ということになるわけですけれども、まあ、その中で、ですね、えー、ちょうどあのマリオ・バーバーですよね、まあ、ジャーロの先駆者であったり、あのダリオ・アルジェントですね、1970年に、えー、喜びの牙で、ね、デビューした、まあ、ダリオ・アルジェント、そしてですねルチオ・フルチ、まあ、こういったあの、まあ、いわゆるホラー映画の作家たちがですねあのイタリアからこう次々に現れてきて、ですね、まあ、世の中を、ね、こう設計していったということになるわけですよね。 まあただですね、あの、まあ、イギリスだとか、まあ、あの、他のね、あの、ヨーロッパ諸国では、あの、まあ、いわゆるビデオナスティと呼ばれてるね、なんですかね、恐ろしいとかね、どちらかというと低俗な映画というようなイメージがあるかなと思いますけど、まあ、ビデオナスティというような形で、少し規制の対象になったようなね、残酷の作品というのが、こう、まあ、規制されたわけですけど、むしろですね、規制されれば規制されるほどですね、まあ、どちらかというと、こう、燃え上がるというのがね、あの、ファンの心理でですね、まあ、いろいろとこうね、 あの規制を逃れてですね、いろいろなものがこう世の中に流通していくわけですね、まあ、そういった形からすると、ですね黄金期は68年から78年ということになりますけども、まあ、むしろですねあのヨーロッパ、イギリス等でですねあの、まあ、そういったあの、まあ、ジャローがです、ね、本格的にこう脚光を浴びたというのはまあ70年代から少し遅れたですね、1980年代の初頭ぐらいがね、一番こうビデオナスティブームというのと相まってですね、 世の中をこう、ね、広がっていった、あの広がらせるまあ元になったのかなと、まあ、そのぐらいですよね。まあ、ちょうどインフェルノが1980年ということになりますので、ね、まあ、そのぐらいからですね、あのイタリアンホラーというのがね、あの、まあ、かなりこう広がりを見せていったということになりますよね。まあ、その中でもですね、ルチオ・フルチのビヨンドですよね。まあ、こちらはもうすごくね、あの従来のなんつうかね、あのいわゆる、まあ、謎が、謎を解くような形のですねまあ、スリラー映画のジャーロとはちょっと一風、あの 違うですね、まあ、スーパーナチュラルといいますかね、要するにこう人間が、あのー、襲うとかね、あの推理ではとどまらないような、ね、スーパーナチュラルな存在,で存在といいますかね、そういったものを題材にして扱った、えー、作品としてですね、まあ、なかなかこう名前を、ね、残しているということになりますよね。まあ、この,あのスーパーナチュラルの作品ということで、まあ、どういう話かというのはね、あ,のあまりこうお話ししないようにしますけど、まあ、要するにこうあるホテルですよね、あのアメリカのホテルが、まあ、地獄への門。 に繋がってると言いますかね。まあ、自学への繋がりを見せるというようなまあ設定でですね、描かれる話ということで、まあ、もう、要するにこう地獄というね、あの、ダルガルジェントのインフェルノというね、作品はまあ地獄というタイトルですけれども、こちらのあの、ザ・ビヨンドというのもね、あの、基本的にはこう、地獄と現実の世界をね、繋ぐホテルというものを題材にしたですね、まあ、ホラーということになるわけですよね。えー、ということで、まあ、いわゆるこう、 何ですかねあの、非常にこう奇妙な形でですね、あの、ジャロというよりもこう、スーパーナチュラルな世界を描いたのが、このジャロ、ジャロといいますか、あの、ビヨンドということになるわけですよね。で、まあ、あの、なんですかね、その、いわゆるこう、ビヨンドというのは、まあ、いわゆるこう、地獄を示すようなものなんですけども、まあ、その中でですね、あの、まあ、非常にこう、えー、まあ、おなんですかね、あの、いわゆるこう、 特殊効果ですよね。特殊効果。まあ、非常にこう、汚らしいと言いますかね。あの、いわゆるこう、いわゆる終末感のあるね、特殊効果であったり、あとは音楽ですよね。あの、ファビオ・フリッツィというね、音楽家が書いてますけど、これもなんかこう、終末感漂うね。まあ、チープではあるんですけども、すごくね、こう、独特なね、音楽であったり、あとはこうね、あの、カメラの使い方ですよね。あの、撮影の技法についてもですね、必ずしも上品な撮影の撮り方してなくて、むしろですね、ズームであったりね、こう、 カメラの動かし方なんていうのは、どちらかというと素人っぽい側面もないなきにしもあらずなんですけども、むしろそこがですね、こう独特のねあの B 級的な色彩をね、醸してる、醸し出してるんじゃないかなと思います。まあ,あ、の正真正銘のですね、あのジャーロのジャンルの中の一本ではないかなというのは、この Beyond になるわけですけども、まあ、その中でですね、あの、まあこう、なんか量産されたね、あの ホラーの中でもでもすねちょっと抜きに出てるところがあるんじゃないかなと思いますね。まあ、こちらの話としてはね、もうあのいろんなところでですね紹介されてるんで、特にあのお話はしませんけれども、あの主人公ですよね、あのカトリオーナ・マッコールが演じるですねリ,サリザ・メリーという、ね、女性が、こう、ルイジンアナですね、アメリカのルイジンアナにありますですね、まあ,ある古いホテルを。 あの遺産相続で引き継ぐということなんですよね。そこから始まるわけですよね。で、よく調べていくうちにですね、まあ、そこのホテルにまつわるいろいろなね、あの血生臭い事件が分かってきて、まあ、いろいろとこうね、事件に、事件だったらいろいろね、あの、事件にこう巻き込まれていくというような話ですよね。まあ、その冒頭のところにですね、その類似なの斬撃みたいなものがね、すごく描かれてるわけですけどね、要するに、こうリ、リンチに。 ある画家がね、そこにいて、リンチに会うわけですよね。そのリンチがね、すごくごたらしいと言いますかね、あの、ルチュー・フルチューのね、本領発揮ということでね、あの、なんかこう、十字架みたいな形でですね、こう、パチンとこうね、あの、あるその画家をですね、この手首をこうね、杭で打ちつけるとかですね、まあ、硫酸をかけるとかね、まあ、もう、ものすごいね、リンチなんですよね。もう本当にこう、肉体の破壊ですよね。 まあそんなところが見せ場みたいなところではあるんですけどね、本当につかみは OK という形でですね、カトリオーナマック・オールがこうね、後で出てくるわけですね。まあ、カトリオーナマック・オールというとね、あの、ベルサイユのバラの時はね、こうすごいね、可憐な女優さんだなぁなんて思ったわけですけど、ども、後になってねあの、こういうね、ちょっと白目を向くようなね、少しこう、えー、こういう汚れ役というとかね、そういったこともやっていくというようなことでですね、すごくあの、ちょっとイメージがね、少しだいぶ変わったかなって感じしますけどね。 あとはですね、そんな形でこう作られていくようなね、話なんですけれども、あの、制作ですよね。この映画の制作というのはあの、ファブリッジオ・デ・アンジェリスというねあの、プロデューサーがやってるわけです。で、ファブリッジオ・デ・アンジェリスというのは、あの、どこかで聞いた名前かなと思いますけど、あの、えっ、ー、とやはりね、あの、 ルチオフルチの代表作と言えると思うんですけど、サンゲリアですね。サンゲリアのプロデュースもやってますよね。あとは人間解剖とドクター・ブッチャーという作品もありますけども。まあそんなようなね、作品でこう、やっぱりこう、ホラーだけではないんですけれども、ホラーでね、なかなか有名な、えっ、ー、と、プロデューサーですね。まあこの、えっ、ー、と、彼がね、出資したということでもですね、なんとなくわかるようにね、あの、えー、すごくこう、 ゾグッとするねあの作品なんですよね。で、こちらでですね、要するにこのプロデューサーというのはこうお金を出すということになりますのでね、あの古地がこうね、話をこう持ってきてですね、まあ、一番最初にですね、こうやっぱりこうプレゼンテーションをやるわけですよね。まあこ、この映画作りたいんですけど、お金出してくださいっていうような形のねものが多いわけですけども、まあ、いわゆるね、ピッチと呼ばれるね、あのまあ、短い時間でね、あの、話、懐かしいその映画の売りであるとかね、話の内容をね、説明するというような、あの、ピッチというのをまずやるわけですよね。 で、プレゼンテーションして、まあ、それだったらね、あのなかなか出来が良ければ、まあ、お金を出そうと。やっぱりこうねだ、だめであればね、出資しないよというような形になるわけですけども、まあ、このフルチもね、あのファピリッツィオ・デ・アンジェルスの前でですね、ピッチをやったわけですよね。で、その時にですね、まあ、どのような話をしたかということなんですけれども、こちらがですね、あのファピリッツィオ・デ・アンジェルスがですね、あのドキュメンタリー、映画があ,のあるわけですけど、そこでちょっと答えてるんですけどね。 何とか言ったかというと、ですね、まあ、いわゆるこう撮影の裏話という話になるわけですけれども、あのまあ、フルチはねどういう話をねパピリツでアンジェルスにしたかというと、まあ、これはあるカップルがですねあ,の、まあ、家にある家に行くわけですね。そこで、その家のですね地下が、まあ、地獄であったというような話を描くんだよというようなことを一口つ言ったわけですね、えー。ということですね。でえー、と家の地地下が地獄であるという,ふうにねあの説明をあのフルチは パブリッジ・でアンジェルスにしたわけですけども、通常どうでしょうかね。あの、家の地下が地獄だというような表現ってなんかよくわからないっていうことですかね。まあ、多分ですね、普通考えればですね、地獄っていうのは、まあ地獄のようになってるというようなイメージだと思うんですよね。まあ例えばこう、こうなんですかね、あの、すごくね、殺人のこう、例えば死体がこうたくさん詰まってるとかね、あの、すごい死体が並べてあるとかですね、そんなイメージだ。 と思うんですねただですね、そうではないっていうんですね。まあ、要するに、こう、ファブレツヨ・デアンジェルスは、こう、地獄のような、あの、いわゆるね、地下の世界観みたいなのをこう想像したんですけども、あ,あの、古地自体はそうではなくてですね、まさにですね、えー、どういう意味かというふうに尋ねたらですね、要するに、あの、まあ、本当にね、あの、 家の中に地獄があるんんだよよいいうを説明ししたらしいんですよ、ね、何なんだこれっていう話なんですよね。まあ実際にですね、そういう映画はそういう話になってるわけですよね。まあ地獄の入り口みたいなね、話になってるということになります。でですね、まあまさしくね、それがザ・ザビヨンドだっていう話なんですよね。で、ビヨンドという言葉なんですけれども、古地、まあ、がね、そういうふうにまあ言ったわけですよね。ビヨンドっていうのはこう いろんな意味があるわけですよね。まあ、超えるというかね、ビヨンドなんとかということで、まあ、それを超えるという意味ですけど、まあ、日本語に訳すとですね、まあ、いろんな意味があって、まあ、ビヨンドなんとかっていう言いますけど、あの、一番いい言葉が、えっ、ー、と、まあ、この世とあの世っていう意味ですよね。ですので、あの、まあ、よくね、あの、この世っていうのが現世で、あの世っていうのは、要するにこう死、死後の世界とかね、あの世、あの世行きとかって言いますけど、まさにビヨンドっていうのは、このザ・ビヨンドということ、超えるということなので、あの世という意味があるんですよね。ですのでね、あの、このザ・ビヨンドというのは、 まあ、まさにね、あの世という意味でね、考えていただければいいかなと思います。あの、確かにね、そういうような形の世界観といいますかね、あの世を描いている映画だというふうにね、このタイトルからもわかると思うんですけどね、だから何でもありというかね、いうことではないかなと思うんでね、あの要するにこのね、あの、プルチのね、こう、地獄なんすかね、地下室が地獄になっているというのがこのあの世という、まあ、ビヨンドというタイトルそのものであるというふうにね、言うことができるかなと思います。 でですね、あのそんなような形であのファブリティオ・デアンデリスを説得したということですね。で結局、ですね、あのまあ悩むというか、ね、あのファブリティオ・アンデリスとしてもですね、まあ、どういうふうにしようかなということで、まあ、結局、ゴーサインが出たわけですよね。ということで、ゴーサインが出たので、まあ、あのフルチはですね、まあ、脚本の,あの開発に取り掛かるということなんですけれども、まあ、こちらはですね、あのダルダーのサケッティが、ね、あのまあ脚本を書いているということで、まあ、あのフルチとね、ダルダーのサケッティというのは、やっぱりこう、なかなかね、あの いいコンビなんですけども、まあ、あの、一緒にね、だるだるのサケッティとこう、脚本を書いていくということでね、だるだるのサケッティに、ま、脚本を依頼するということなんですよね。で、プロデューサーが、あの、話したところによるとですね、この脚本ツールはね、なかなかこう、 あの、大したものだということで、要するになんうか、ね、あのいわゆるこう、アメリカ流のですね、ハリウッド流の文法ですよね。あの、ま、あこう、きちっとね、三幕構成でやっていくようなやり方を取らなかったっていうんですね。まあ、要するに、こう、漠然とした、まあ、あ細部ですよね。もうその細部から、あの、いろいろと話を起こしていって、まあ、あの、話をね、エピソードをつないでいくというような構成を、あの、手法を取ったということなんですね。まあ、例えばということで、あの、まあ、あ要するに殺人シーンですよね。まあ、いろいろな殺人シーンありますよね、こうね。あの、 このビヨンドの中にはね。まあ、その殺人シーンのまずイメージがあったですね。それをですね、あとはまあキーのキーテーマといいますかね、あの全体を連れいくテーマというのもあるんですけども、まあ、基本的にはこの個々のですね、殺人シーンを元にしてですね、それをこう繋いでいくような手法を取ったというのがこの脚本の書き方だったということなんですよね。でですね、まあ、サケッティですね、ダルダルサケッティ、要するに脚本家ってどちらかというとプロデューサーの支配下に置かれていてですね、まあ、そのプロデューサーを喜ばせてね、いくような脚本の書き方をするというのが、まあ アメリカ流のね、やり方であるんですけども、まあ、むしろそうではなくてですね、まあ、この、えっ、ー、と、ビヨンドの場合ですね、まあ、全面的なですね、まあ、自由がですね、ダルダの酒っていうのに与えられていたということなんで、まあ、やり放題ということですよね。まあ、やり放題になったのでですね、要するに、あの、るこうダルダーの酒っていうかね、こう自分のこう思うがままにね、書いていったということなので、まあ、その結果としてですね、あの、まあ、映画のね、 構成というのはこう結構ぐちゃぐちゃになってしまったというのはあるんですけど、まあそれはそれでね、あの、いい面もあるということなんですよね。で、あの、この中でね、あの、出演者として出てるラリー・レイというね、あの、俳優さんがいるんですけども、彼がですね、あの、まあインタビューでね、お話ししたことによるとですね、この、 ビヨンドの場合ですね。まあ、脚本があったのかどうかということがね、まずこのぐちゃぐちゃすぎてですね、脚本とそもそもこう、きちっとしたのがあったのっていうふうに、やっぱり疑問に思うかもしれないんですけども、彼に言わせるとですね、要するに公式な、要するに撮影台本ですね、それがなかったっていうんですよね。だからこう、要するに役者もね、その撮影台本をちゃんと見てないっていうことなんですよね。ですので、まあ、なかったんじゃないのっていうか、まあ、実際、こう、メモ的なものはあったのかもしれませんけれども、まあ、実際のね、こう、きちっとこう、普通にこう、製本された脚、 台本というのはね、普通こう役者に渡されたりね、あのスタッフとかキャストにはね、きちっと行き渡るというのが普通の,あの映画の撮り方なんですよね。まあ、ただそれに対してですね、この、えー、とラリーレイはね、それを見てないということなんで、なかったとっいうことですね。で、その代わりどうだっていうかというと、あの、えっ、ー、と、このビヨンドの場合ですね、フルチはですね、あのまあ、いつもですね、新しいアイデアをまあ考案していたというんですね。まあ、例えば最終的にですね、まあ、多くのシーンがですね、 まあ要するにこう思いつきでね、あのどんどん取られていったというんですね。えー、それでですね、いろいろとですね、フルチとか、あと、デビットプッシュというね、あのスタッフですね。まあ、その他の、えー、とスタッフですね。スタッフの間でですね、いろいろといろいろなアイデアが出ていってですね、だ脚本がこう最初からあって、その通りに取るというねやり方ではなくてですね、まあ、思いつくままですね、ボンボンとですねこう新しいアイデアをだ出していってですね、それをこう、ね、どんどん取っていくというね、まあ、要するにこう、 ホラーだったりね、人が死んでいくシーンとかね、まあそういったアイデアをね、どんどんとですね、つった、あの、つないでいくと。まあ、ですのでね、もう本当に尻目つるつて、思いつくままっていうのは本当に映画でそういうのあるのかなと思うかもしれませんけど、実際にこう思いつくまま撮ったのが、このね、ビヨンブだということなわけですよね。というのがね、あの、このラリーレーンのね、インタビューによるとそういうことだということなので、まああながちね、あの、嘘ではないかなという感じします。で、最終的にですね、そういう形でこう映画が作られていったので、まあ結果としてですね、どうなったかというと、 まあ非常にね、あのー、混沌とした映画になって,てですね、こう、詩的な作品でまあいわポエティックと言いますかね、そういうことですよね。従っててこう、前もっとこう、なんつかね、客をかっちり書いていた作品だと、まあ、こうにはならなかったというね、いうことだと思うんですよね。だむしろなんかこう、ヌーベルバーグとかね、ヌーベルバーグをなんかこう、けなしてるわけではないんですけども、こう、本当にこう、思うがままと言いますかね、学生映画というかね。 あ,のあえて脚本を作らないで撮っていくみたいな手法っていうのを撮る場合ありますよね。まあ、普通常、商用映画だとね、それやっちゃうと崩壊しますけれども、まあ、本当にね、自由に撮るという作風っていうのがありますのであの、このビヨンドの場合ですね、むしろね、そういう形で映画を撮っていったというんですね。で、結局ですね、それでですね、まあ、非常にですね、あのまあ、特殊なね、独特の世界観が現れたということなんですよね。まあ、あのまあ、センタル、あの重要な、なんですかね、あの、中核的な、あのこの映画のね、あの アアイディアと言いますかねそこをこう一本のあのそれをつなぐものっていうのはこういわゆるこう盲目というかね要するに目が見えないというまあテーマはあったんですけれども、まあ、確かにねそういう部分はあるんですよねあのこう白目になるとかねあの、まあ、流産をかけて目が潰れるとかですねいわゆるこう視覚がこうね失われるというのをねあのこのいわゆるこうビヨンドのね一つの、まあ、中核的なテーマになってるんですけどもまあ、それを そっちのけてで,ですね、まあ、いろんなところをやってるというのがありますよね。えーというまあ、ただですね、これ、あのえー、と白目になるとかですね、まあ、例えばこう、えー、と目の破壊ということからすると、誰リ、えー、じゃジいとじゃなくて、あのルチオフルチって結構目をね、目が潰れると言いますかね、こう視覚がこう見えなくなるというのをこう目から血を流すとかね、目に対する、ね、あの演出って結構ありますよね。例えばこうサンゲリアであればね、木片が目に突き刺さるというシーンがありますしですね。 そのほか、目にね、目というか顔に硫酸がかかって、目がなくなるとかね、目から血を流すとかですね、そういった、あと白目になるとかね、視覚がね失われるというのをこう非常に好んであのだあの映画にしてますよね。確かにあの目っていうのはすごく怖いわけですよね。なぜ怖いかというと、見るというか、犯人の目ってこうすごく怖いですよね。大打ちにされると怖かったりしますよね。あとですね、目が怖いっていうのはちょっと話が脱線しますけれども、これはあの一つね。 人間の特性として目が怖いというのがあるんですよね。なぜかというとですね、目ってすごく弱いんですよね。なぜかというとこう、例えばこう体の中でこう触っていって、触ってこうちょっと押すだけでダメになってしまうというあの人間の器官というのはね、あるわけです。まあ、例えばこう口とかね、足でも手でもいいんですけど、ちょっと押しただけでは何も起きないですよね。あのこうやってやってもね。ただ目っていうのはギュッてやったらやるだけでも非常に損傷を起こすんですよね。したがってこう、 人間の体の中でね、一番弱いのはやはり目ではないかなというふうに言われてるわけですね。ですからね、こう目を失うというのは非常にこう、ごくね、人間の体の中で最も弱い部分と言ってもいいと思いますし、まあ、なおかつですね、目,目の視力といいますかね、それが失われるということは非常にこう怖いわけですよねあの。人間にとってね、すごく視覚ってすごく重要な、ね、一部ですので、まあ、例えば味覚がないとかね、あの匂いを感じなくなったとかね、まあ、それぐらいは、ね、多少軽いと言,言えるんですよね。目目 目とかね、視力を失うということほどね、やはりこう人間にとってね、かなりこうダメージを受けるものってないというふうに言えると思うんで、まあ目って非常に怖いわけですよね。で、その怖いというね、あの感情というのは目に、誰でも人間が持っているものなんですけども、ルチオ・フルチの場合ですね、その目に対する演出ですよね、まあ、特に視力を失う、まあ、それに対する恐怖というのをね、すごく描いている作家だと思いますよね。うんまあ、これはあの、ですから、あの、えー、とビヨンドだけではなくてね、他の映画にも言えるんですけどね。 とということでちょっとあの話脱線してね、申し訳なかったですね。ということで、そういったことを描いているということになるわけですね。それでですね、古地ね、古地がまあよく批判されることによって、ちょっと反論してるんですけどね、このビヨンドというのは、要するに、脚本の整合性とかね、ということで、ストーリーが欠如していると言いますかね、要するに整合性が欠如しているか、論理的でないとかね、何がなんだかわからないというようなね。 要するに、批評のにさらされるということが多くてですね。まあ、そういう、いわゆるね、あの、評判の悪いところっていうのはそこだと思うんですよね。皆さんもね、多分あの、えーと、ビヨンドを見てね、ストーリーわからないというかね、本当には本当にはわかってるって、こう、最初から最後までわかってる方って本当にいるのって感じがしますよね。私も、なんかわかってる気ではいるんですけど、本当にそうなのって言われると、ちょっと自信はない面は確かにありますよね。ということで、あの、いろんな解釈ができるというかね、あの、深読みもできますしね、何も考えないと、なんだかよくわからないと。 いうことになるんですね。だそれに対してですね、この、両チオフルチのね、あの、答えがなかなか秀逸なんですよね。なぜかというとですね、あの、まあ、まあ、バカな奴ら、というふうに言ってるんですね。まあ、バカな奴らは、要するにね、あの、ミスター・レディ・ミスター・マダムであったりね、まあ、ジョ,ージョン・カーペンターのね、えー、まあ、ニューヨーク19977であればわかるだろうと。まあ、確かにね、ミスター・レディ・ミスター・マダムであるとかね、 ニューヨーク1997のストーリーがわからないって人はいませんよね。まあ、それほど単純であるということでね。だから、まあ、そういう映画ならね、わかるんだけども、例えばということで、まあ、ザ・ビヨンドであるとかね、まあ、あの、ここで、えー、っと、フルチがね、アルジェントの名前出してるんですよね。どの映画出してるかというと、まあ、アルジェントのインフェルノですよねあの。やはりね、インフェルノもこう、ストーリーをね、脈、え、絡、ー、がないとかってよくけなされるわけですね。1980年で。まあ、比較的近いときにやるんですけどね。まあ、そこで、あの、 あのフルチもね、結構アルジェントの悪口って多いんですけども、まあ、のビヨンドとねあの、アルジェントのインフェルノっていうのはね、まあ、彼らに言わせればね、まあ、本当に馬鹿げた映画になるだろうということですね。まあ、要するに彼らはね、こうまあ、映像専攻の映画っていうんですかねあの、そういったものを全く理解してないんだよということです。というようなことを言ってるわけですよね。まあのまあ、要するにねあの、フルチというのは、かあのインフェルノを 対抗するわけではないんだと思うんですけどね。まあ確かに地獄を扱ってるんで、ね、対抗してるのかもしれませんよね。まあ、ですけれども、あの、まあ、ダリア・アルジェントのインフェルノもこうね、死に滅裂だと言いながら、こう、まあただね、あの、インフェルノの場合はきちっと脚本書かれてるわけですけれども、まあ本当にね、あの、よくわからないと。まあそれに対して、こう、ビヨンドの場合もね、もうストーリーもこう、あえてね、 崩壊させてるような取り方してますよね。あってないと言いますかね。まあ、全体の骨格はあるんですけども、まあ、後半に行くにしたがって何だかよくわからあの、殺人心だけ目立つわけですけど、最後のね、要するにこう、病院のところとかですね、その辺なんかよくわからないと言えばわからないですね。あの、距離感とかね、要するにこう、なんですかね、その、連結というかね、その、 位置関係とかもなんかこう、よくわからないといえばわからないですよね。あの、ご覧になった方はわかると思うんですけどね。まあ、そんなところがあってですね、どう、どう考えたらいいのみたいなところは当然あるんですけどね。まあ、そんなところが、要するにこう、映像専攻型といいますかね、そういった映画を見たことないんだろう、みたいなことを言って、こうね、あの、いわゆる、えっ、ー、と、論理的なね、脈録の欠如というものを批判する、あの、人々に対してね、まあまあ、あいつらはバカだというようなことをね、ちょっと、そういうようなことを言っているわけですよね。 まあ確かにね、あの、ルチオ・フレジって、ちゃんとね、あの、チェントロというね、あの、ローマのね、あの、国立の映画学校で、ここがきちっとしたね、映像教育を受けた監督ですのでね、まあ、そういったことからするとね、まあ、かなりね、あの、優勝あるね、映画教育を受けてるんですよね。まあ、そういった形でね、まあ、そこでああいう映画になってしまうんですけども、そういったところがね、面白いなとは思いますね。えー、ということでですね、あの、まあ、ルチオ・フレジのね、作品、まあ、非常にね、こう、 まあ、悪のあるね、作品になっていた、なっていくということですね。まあ、そんな中でですね、こう、あの、なんですかね、この、ルチーフルチではねあの、例えばロブゾンビであるとかね、あのギレル・モーデル・ト論ローとかですね、まあ、そういった人たちに、もう、すごくインスパイアというのがね、発想の源になっているような、ね、作品をってます。とりわけですね、あの、えっ、ー、と、タランティーノですよね、クエンティン・タランティーノは、あの、1998年にですね、これビヨンドあの、 アメリカでですね、まあ再公開をしてるわけですよね。まあそれほどまた入れ込んだというかね。まあちょっとね、あの、もう20年ちょっと前にですね、あの、要するにね、この40年前の映画をね、アメリカ国内でリリースしてるというほどね、非常にこう入れ込んだ作品であるということでね。まあタランティーノが褒めるっていうこともなんかこう決してな、ね、い、あのタランティーノがやったからいいんだなっていう風潮っていうのは私はあんまり好きではないんですけれども、まあただね、ちょっとやっぱり人通力はあるんでね。 要するにロブゾンビだったりね、ギレル・モデル等の、ね・トのロアカデミー賞監督ですよね。で、コンティン・タランティーノですね。まあ、こういう人たちがね、あのフルチに対するね、すごく影響を受けているということを公言していたりですね、リリ再リリースするのをやっているということからするとね、まあ、フルチのね、あの策劇というものがこうアメリカのね、こうやはりこうトップディレクターたちにもですね、まあ、かなりね、影響を与えているというのはこう否定できないことですのでね、まあ、影響というのはね、かなりあるんじゃないかなというふうにね、思いますね。はい えということで、ちょっと今回はちょっと取りとももない話になってしまったんでね、あ,のあんまりこうためになるないかなと思いますけど、ちょっと思いつくままね、まあ、いろいろとこうストーリーの話だとかね、あのいろいろなこう裏話みたいなところあるんですけれども、今回ちょっとね、あの40周年ということで、あの少し、ね、あの思いつくままお話ししましたけども、まあ、あのビヨンドとあれでしょうかね、あの私がやっぱりこう古地でいいと思うのはまあ、サンゲリアですかね、いいと思いますし、あとは、 それはやっぱり代表作だと思いますね。日本で公開された、まあ、唯一と言っていいほどのね、作品が、あの、サンギリアですしね。まとまりはきちっとありましたよね、ストーリーもね。あとは、まあ、このね、ビヨンドも非常に好きですし、あと、マッキラーというね、作品。あの私3、三つ上げると、その三つなんですけどね、その他にも、いろんないい映画がありますけどね。はいえー、ということで、ね、今回はの、やはりね、あの、アプチのね、40周年ということで、えー、ビヨンドという作品を取り上げさせていただきました。あとは、まあ、あのいろいろとね、あの、 えー、ビヨンドについてはね、いろいろな方があのレビューだとかね、あ,のあらつじ紹介などやられていますので、まあ、その辺はあのまはあ、いろいろなねあの文献とありますのでね、あの私が特にね、こお話しすることもないのかなと思います。はい、えー、今回はこれで終わりたいと思います。<music> day to live another fairy